6時間あります ADHD ちょっと見,見ようぜネッ,トはネット診断これ見ていいちょっとみんなも思うところがあったらこれ正直に答えてくね配信とか関係なく物事を行うにあたり何種は乗り越えたのに爪が甘くて仕上げるのが困難だったことがどれぐらいの頻度でありますかあー結構頻繁にあるな 計画性を要する作業を行う際に作業を順序立てることが困難だったことがどれぐらいにうん計画,性をじゅ計画性を要する作業を行う際に作業を順序立てるのうんあもうちょっとあ,あれずる見えてますかじゃこっちに移動してきてと。 計画性を要する先、う、まああま、時々かな。約束はしなければならない用事を忘れたことがどれくらいの頻度でありますかほぼ毎回。じっくりと考える必要のある課題に取り掛かるのを避けたり遅らせたりすることはどれくらいの頻度でありますかほぼ、ほぼ毎回。長時間座っていなければならない時、手足をそわそわと動かしたりもぞもぞしたりすることが、いや、全然ない。全くない。そんなの。手足をもぞもぞしたりしない。ていうか、そもそも長時間座ってればならない時がない、あんまり。でもあんまりないな。これよく、 言うよねなんかモゾモゾしちゃうとかそんなガチじゃねえまるで何かに駆り立てられるようにひん活動、えー、過度に活動的になったり何かをせずにいられなくなることがどれぐらいもほぼ毎日チェック項目が4つ以上のあなたは ADHD の症状を持っている可能性が考えられますお近くのお医者さんにご相談をどういうことはあこれこの青いところってこと ?1234 5。五個。だって。ここにチェックがつくやつってこと ?6 分の5。お医者さんにご相談ください。誰かさ、この中に精神科医いない <laughs> いるだろう、う。出てこい、精神科医。いるだろう。一人二人。教えてくれ。精神科医。 俺を診断してくれ。マジな話。純一さんは、楽にしてくれ、俺を。純一さんは発達障害ですよって。みどりさんもう、じもう、もう誰がどう見ても発達障害だから別にその関係ねえ。論ずるに値しねえだろうがや。ミスター発達障害。発達障害という名を、もう、すべて手にしてる男じゃねえか。発達障害のトリプルスリー。あの人をベースに考えてほしい。 あの人をベースに。キングオブ発達障害。確かに質問数は少ないですが、ADHD に見られる代表的内容が集まってるんで、一概にそのサイトを否定することはできません。精神科医が。あ、精神科医来た精神科医来たお前精神科医ちょっと待って。見つけた。ちょっとこれネタじゃなくちゃんと答えてほしいんだけど、あなた精神科医ですか ね俺のさ、俺を見てさ、どう思う精神病だと思うやっぱ。立ち目エッジのあなた。ぶっちゃけ視聴者的にはどうな、じゅ、<laughs> お前緑じゃねえかギリアウトって俺が横山緑よあいつギリアウトだよって言ってるように、正常な思想で見たら俺ってギリアウトなの 俺、医療従事者のお母さんにも言われたんだけど、あんたはギリアウトだよって言われたんだけど。でもいいじゃない。今それを長所、長所としてるじゃない俺自分で仕事辞めたけど、もうちょっと遅かったらお母さんに無理しないでいいんだよって。あんなに、あんなに社会に出ることを肯定しているお母さんが、純ちゃん働かなくていいんだよって言おうとしてたんだぞ。ギリアウト。俺ってギリアウトですか でもそんな俺でも、どう思いますかね、あなたの精神科で俺を取り上げてくんないこんな、ギリアウトな奴らでも、奴でも頑張ってるよって。だからね、だからさ、アウト俺発達障害だったんだ。なんか、びっくりしたわ。だって、そうだよな。会社員やってたけど、その会社員の時に、いや、これ辛いな。俺の自己 俺自分を表現できなくてつらいな偽って生きていかなきゃつらいなでもこれが普通とされてるから俺はこうやって頑張って生きていくんだって思いながら不整脈出まくりながら生きてきたけどやめた次の日から一回もできてないってことはやっぱそういうことなんだろうな体に対する負荷があなたは立派に生きていますよやっぱそうだよな先生から言われたら俺はもう納得できるわよかった発達障害でお母さんにも言われたわ いやーよかったねーってあんたみたいな人があんたみたいな人が立派に生きれる社会でよかったねーって長所になりうることもあるんだなー